はい、どうも。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。はい、この間ね、朝 NHK の朝のニュースの報道でパンダ出てました。パンダね、洗脳装置テレビ、そして NHK、 日本国を滅ぼそうとしている NHK、 このパンダを使って一見、まあ、皆さん当然可愛いなですよね。じゃあその中国共産党から送られたそのパンダ、その中国共産党という国は我が国の尖閣諸島を取ろうとしている。そしてウイグル、チベットの人々を虐殺し、そして滅ぼそうとしている。そういうことを一切言わないでパンダばっかり映している。パンダって可愛いな。どうかね、皆さん、私はあんなパンダ見るとね、海にぶん投げたいと思う。腹渡が煮えくり返ってくる。どうでしょう皆さん、ちっとも可愛いなんて思わない。本当の本筋、その中国共産党のやり方、報道しないでね。ちょっと今日またそれにね、じゃあこのアメリカに当たるものは何かっていつも私が思ってるのはディズニーランドだと思ってるんですよ。その辺今日ちょっとね、まあ、この後の反省会で、まあ、長谷川会長とね、この辺を説法いただきたいなと思って今日ここにまた来ました。今日なんかね、何回も話せそうなんで、ちょっと第1話この辺で終わりにしたいと思います。以上です。